こんにちは。人間関係で転職を考えている方の医療介護専門コーチ山田智子です。今日は自分に自信がないという方が自信を取り戻すヒントをお届けします。経験年数、年齢を言いたくないんです。このお話は私と同世代40代の女性の言葉がベースとなっています。彼女がこんなふうに言いました。私、年齢を言うのが嫌なんです。彼女が年齢を言うのが嫌なのは、その年でその程度と相手に思われるのが嫌だから。その年数でそれくらいしかできないのと相手に思われると恥ずかしいから。それが理由なのだそうです。医療、介護の世界で仕事をして10年というと、もう新人ではありませんよね。1年目のスタッフからすると、自分より経験年数の長い先輩、あるいは大先輩かもしれません。同期のスタッフから見ると、お互い切磋琢磨し成長してきた仲間、あるいは良きライバルかもしれません。そしてあなたはこんな不安を感じているのではないでしょうか。同期の A さんは何々が得意なのに、それに比べて私は。ライバルの B さんはこれだって任されているのに、私と来たら。後輩から質問されてまともに答えられなかったらどうしよう。不安ですよね。人と比べないと頭で分かっていても、比べるのが普通です。人からの評価を気にしないと頭で分かっていても気になるのが普通です。それでいいじゃありませんか。人と比べてあなたがさらに身につける必要があると明確になったなら、そこから学んでいきましょう。できる人から教わりましょう。人と比べてその人がすごいと思うけれど、今のあなたには不要なものであれば、それはその人に任せましょう。人から聞かれて分からなければ、あなたの曖昧な部分を学んで埋めていきましょう。人から聞かれてあなたに分からないことがあると分かったことも経験です。あなたは今までどんなことを学んできましたか？あなたはどんな失敗をして学んできましたか？あなたの経験はあなたにしか伝えることのできない唯一のものです。他の人になる必要はありません。あなたはあなたが今できることに取り組みましょう。あなたの前にいる誰か他の人になろうとしていませんか？あなたがご自身に意識を向けるコツが学べます。全7回の無料メールセミナーご受講ください。登録方法は YouTube のお知らせに掲載しております。またはこちらをご覧ください。